4分間に全てをかけます。おっちゃんましんま、すっ、おしゃれな予感しかしない。今回は福岡市城南区長尾にやってまいりました。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとダブルロックでございます。靴を揃えて目の前にシューズボックスですね、下と上にございます。サボテンスペースもございます。まあそこの階段はですね、なんかもうおしゃれの道って感じなんですけど、まずは左の扉から開けてみましょう。パウダールームですね。独立洗面台が設置されております。室内洗濯機置き場と、こちらには扉、お手洗いですね、ウォシュレットが設置されております。窓とデザインクロスでございます。これは乾燥暖房涼風換気のリモコンがございまして、バスルームですね、高級感のあるバスルームとなっております。サーモスタット水栓が採用されております。追い焚き機能はありませんでした。シャワーヘッドもでかい。浴室乾燥機がついておりますので、棒です。2022年8月完成したばかりの新築 1LDK メゾネット物件でございます。オートロック宅配ボックス付きの2階建てアパートでございます。 4.6 畳の洋室がございます。通路側に 4.6 畳の洋室ですね。こちらの部屋にクローゼットはございませんでした。エアーコンディショナーはこちらに設置可能です。さあその階段を上がってみると、このお部屋だけの特別なものがついております。リビングは 12.6 畳でございます。まずはキッチンから行きましょう。シンクと調理スペース、二口のガスコンロシステムキッチンでございます。ガスの種別はプロパンです。下部収納と魚焼きグリル、上部には換気扇と上部収納でございます。キッチンの隣に冷蔵庫のスペースが確保されております。こちらにはクローゼットですね。このお部屋だけ特別なあれって何でしょうね。ほんと先着1名様のみとなっておりますので、こちらはクローゼットですね。このくらいのサイズでございます。テレビモニター本と給湯のリモコンがございます。バルコニーですね。バルコニーの向きは東向きでございます。ワイドですね、かなりワイドで東向き、洗濯物も干せます。あれ、そこにも窓がありますね。設備といたしまして、エアーコンディショナーが一機設置されております。じゃあここ行きましょう。この部屋だけです、この建物、この部屋だけ南向きのルーフバルコニーが完備されております。うわ、風がすごく通っていきます。日当たりも抜群ですね。この部屋だけです。地下鉄七隈線茶山駅まで徒歩25分となっておりますので、ちょっと駅まではあります。駐車場は8800円で確保することができます。小型車は7700円で OK です。階段を上がってみましょう。インターネット使用料無料でございます。まあ、バイクがですね、西鉄バスもバス停が5分でありますので、すごくいいんじゃないかと思います。なかなかないですよ、こんな感じの新築。ロフトの広さも10畳ほどございます。ロフトの高さは120センチ程度となっておりますので、ここの奥もあるんですよ。めちゃめちゃ広くないですか。くー、かっこいいな、すごい。さあ今回の物件の気になるお家賃は7万8000円、管理費2000円でございます。この物件が気になった方はマハロハウスまでお待ちしております。